グアドループ島進行は7年戦争中の1759年1月から5月にかけてイギリス軍によるグアドループへの攻撃。イギリスの大軍は西インド諸島のフランス領を荒らし回り、グアドループもその標的になった。グアドループは数ヶ月間耐えた後、マクシマンド・ボンパールの救援軍が到着する前に正式に降伏した。 この勝利は1759年の奇跡の年の一部となった。フランス軍をドイツから引き離すために、ウィリアム・ピットは機会があれば、どこにでもフランスを攻撃する策を取った。例えば、北米ではルイブールやケベックシティを攻撃、アフリカではセネガルに侵攻、インドではプラッシーの戦いに挑み、その全てで勝利した。西インド諸島でも、 マルティニークやグアドループに狙いを定め、戦前では、ノバスコシアの総督だったペレグリン・ホープソンを、西インドにおける総司令官に任命、ジョン・バリントンをその副官とした。1758年11月12日、チャールズ・ヒューズ大将率いる、戦列艦8隻に護衛されて、遠征隊は出航し、翌年1月3日に、バルバドスに着き、そこで、ジョン・ムーア率いる、 戦列艦2隻と合流して合計6800人の遠征軍になった。遠征の主な目標はマルティニークであった。ホップソンはフォールイコールロワイヤルに上陸してフランス軍と戦い100人の死傷者を出した。しかし、進軍するには道が険しすぎたため上陸軍は撤収。次にサンピエールへの上陸が計画されたが、守備が硬すぎてホップソンは 攻撃をやめ、グアドループへ移動した。戦闘の地図バステール島へ航行したイギリス艦隊は1月22日に砲撃を開始、街を怪人に化した。24日の明けぼのイギリス軍は抵抗を受けずに上陸、内陸へ5キロメートル進軍した後に、山がちな地形のところでフランス軍に遭遇した。そのれまで2500人のイギリス兵士が病気にかかり、 ホップソンもフード病で行動に出られなかった。2月27日にホップソンが病死、バリントンは指揮を引き継いだが、すでに600人の病人がアンティグアに送られ、さらに1600人が病気にかかっており、イギリス軍はほぼ崩壊していた。病人の数が多くて、日々の作業をやる兵士を探すにも難儀するありさまであった。一方、艦隊を指揮して、 別行動をとっていたジョン・ムアは、ホール類へ艦隊を進め、要塞を降伏させて、ハイランダーと海兵隊300人を駐留させた。バリントンも行動に出て、フランス軍を3方向から攻撃して5月1日に、総督のシャルル・フランソワイ・マニュエル・ナドゥード・トライを降伏させた。マクシマンド・ボンパール率いる救援軍は、その後グアドループに到着したが、 総督がすでに降伏していたため何もできずに撤収した。イギリスは島を征服したが、気候には適用できず、1759年末までに中流軍800人が病死した。1763年のパリ条約では、フランスがカナダを放棄する代わりにイギリスはグアドループ島を返還した。ありがとうございます。